はあ、こんばんは、はるけです。今回は守備がやりやすくなる方法を紹介していきたいなと思います。今見てもらっている映像のですね、このタックル、この取り方がですね、まさにこれから紹介をするものになります。これを使うことによってですね、しっかりと守れる、相手からボールを刈り取りやすくなります。これは一体何なのか。FC24 のですね、ピッチノートを見てみるとですね、守備的アクションということでですね、まあ、プレイヤーが始める相互作用を促進するために新たな守備要素を追加しますというふうに書かれてます。で、真ん中のですね、X、もしくは A を押して、ショルダーチャレンジ、もしくは封じ込めを要請、こちらを使ってます。で、下に行くとですね、さらなる守備の改善ということで、正面からの封じ込めとショルダーチャレンジに新しいアニメーションが追加をされ、これの有用性が向上し、起こる状況が増加して、いますと。いうこと、そしてアニメーションの改善だったりとかがなされている、これを使って、今さっきのタックルが行われているということで、このショルダーチャレンジもしくは封じ込め、まあゲーム内ではですね、封じ込めがシールドアウトという書かれ方をしていると思うんですけれども、これを使った感じですね、半自動的に相手のボールに突っ込んでいってですね、相手とボールの間に体を入れて取るというタックルな印象を受けました。この半自動的っていう風なところが結構すごくて、ですね、まあ実際どのぐらい自動かっていう風な感じはね、皆さんが体感をしてもらうしかないんですけれども、めちゃくちゃ強力な、まあ、守備の方法というか、になりますので、ぜひこれは使っていただきたいなという風に思いました。なので皆さんゲーム設定の方に行っていただいて、守備のところですね、守備のところを守備括弧上級に変更をしてもらえるといいと思います。右の説明書きにもあるんですけれども、守備括弧上級ではタックルのタイプを自由に選択できますということですね。まあ通常のタックルと、あとはショルダーチャレンジまたはシールドアウトという2つのタックル方法を、まあ自分で選べるというものになってます。で、こちらの下のショルダーチャレンジまたはシールドアウトっていうのが先ほどのタックルの方法になってます。これが非常に強力ですね。まあ本当にメタな守備ができるかなというふうに思います。そして操作方法と少し注意点を話したいなと思います。操作方法に関してはですね、囲い込みという、部分が、この守備方法のボタンになります。で、囲い込みっていうのはですね、これまでまあ過去 FIFA、ではですね、あまり使われてこなかったボタンだと、思うんですけれども、まあ、この守備の方法、この守備のタックルの仕方はですね、囲い込みで、出すことが、できます。で、注意点なんですけれども、先ほど、まあ、半自動的な、まあ、タックルな印象というふうに話はしたんですけれども、ずっと押していればですね、結構早めに選手は止まります。なんで、まあ、自動って言ったんですけれども、こう、相手に寄っていくのが、ちょっとこう、自動っぽいっていうだけで、押し続けていればずっと自動でわーって言ってくれるっていうわけではないです。なんで同じタックル、普通のバツボタン、普通のタックルと同じような形で使ってもらえれば嬉しいなというふうに思います。で、最後に補足、この守備の方法、このタックルをですね、より強力なものにしてくれるのがプレイスタイルですね。今作はですね、プレイスタイルというものが選手についているので、そのプレイスタイルがですね、この守備の方法を非常に強力なものにしてくれます。そのプレイスタイルとはですね、ブルーザー、そして予測、この2つがですね、このタックルを非常に強力なものにしてくれます。まあ両方持っていてもいいですし、なんていうんですかね、一つだけでもいいです。ブルーザだけでもいいし、で、ね、予測だけでもいいしという、感じなんですけど、両方持っていたらめっちゃいいよっていう感じですね。もちろんプレイスタイルを持っていない選手でもめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強い、だからこそおすすめがしたい、そんな守備の方法に、なってますので、ぜひ皆さん使ってみてほしいなというふうに思います。守備に困っている方はですね、一度こちらをやってみてもいいんじゃないかと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。